はい、ソニーの小林です。この動画ではディープラーニングの統合開発環境ニューラルネットワークコンソールを使った音声波形の分類方法について解説していきます。初めてディープラーニングやニューラルネットワークコンソールに触れるという方は動画の説明欄にある過去の動画で詳しく解説していますので、どうぞそちらも合わせてご覧ください。今回題材として用いるのはニューラルネットワークコンソールのウェブサイトで公開されているキーボードサウンドデータセットです。こちらのデータセットはパソコンのキーボードのキーを押した時に発生する打鍵音を分類しようというディープラーニング習得用の非常にコンパクトなデータセットになっています。一つ一つのデータは 44.1kHz、 16bit、 モノラル 0.25 秒のウェブファイルになっています。このウェブファイルがキースイッチの違う4種類のキーボード、メカニカルキースイッチ青軸、メカニカルキースイッチ赤軸、メンブレン、パンタグラフのそれぞれ約100ファイル用意されています。合計では415個のウェブファイルを含んだデータセットになります。ニューラルネットワークコンソールのクラウド版をお使いの方は、こちらのデータセットはあらかじめサンプルデータセットウェーブキーボードサウンドとして用意されていますので、新しいプロジェクトを作成したらデータセットタブからこれらのデータセットをそれぞれ学習用にトレーニング検証用にバリデーションを読み込むだけで利用することができます。 Windows 版をお使いの方は動画の説明欄にキーボードサウンドデータセットの URL がありますので、こちらの方からキーボードサウンドデータセットをダウンロード回答していただくことで、CSV ファイルとして用意されたデータセットファイルをニューラルネットワークコンソールのデータセットタブオープンデータセットボタンから開くことができます。クラウド版をお使いの方もこちらのデータセットをダウンロードすることでデータセットに含まれる実際のウェブファイルを波形編集ソフトなどで開いて確認していただくことができるかと思います。新しいプロジェクトを作成してキーボードサウンドデータセットをトレーニングバリデーションそれぞれに読み込むと、変数 X として波形ファイル、変数 Y には分類クラスのラベル、それぞれのキーボードの種類を示す0から3の値が割り当てられていることがわかります。それでは早速こちらのデータセットを用いてキーボードの打鍵音の波形を4クラスに分類するようなニューラルネットワークを構築していきたいと思います。ニューラルネットワークコンソールではウェーブファイルで与えられた波形データはサンプル数×チャンネル数の行列の形で読み込まれます。今回のデータセットに含まれる波形は1チャンネルモノラルの 44.1kHz、0.25 秒分の波形ですので、長さとしては 44,100×0.25 の 11,025 サンプルになっています。つまりこのような変数 X にウェブファイルを指定した場合、変数 X のサイズは 11,025 行1列の行列ということになります。まずはこの波形をニューラルネットワークに入力していきましょう。インプットレイヤーを配置してサイズプロパティに 11,025,1 を入力します。これでひとまず 11,025 サンプルモノラルの波形を計算グラフに入力することができました。今回は非常に基本的なコンボリューショナルニューラルネットワークを用いてこの波形を分類していきたいと思います。すでに画像の分類に慣れた方のために、まずはこの入力行列を画像と同じ形に変形したいと思います。まずは入力データの値をおおよそ -1 から1の間に収まるように加工したいと思います。ニューラルネットワークコンソールではウェブファイルを入力した場合、その波形の振幅をウェブファイルに書かれているそのままの値で読み込みます。今回用いている 16bit のウェブファイルの場合、波形の振幅は -32768 から32767で記述されていますので、今回入力値を32768で割っていきたいと思います。具体的にはマルスカラーレイヤーを用いてバリュープロパティに 1÷32768 を指定します。これで波形の値を -1 から1の間に収めることができました。続いてアザーズカテゴリのトランスポーズレイヤーを用いてチャンネルの次元を手前に、サンプルの次元を後ろに移動します。トランスポーズのアクシスプロパティを 1,0 とすることで、元のインデックス1の軸が最初に、元のインデックス0の軸が次になるように転置することができます。そして同じくアザーズカテゴリにあるリシェイプレイヤーを用いて、この行列をチャンネル ×1× サンプル数の3次元のテンソルに変換します。リシェイプレイヤーのアウトシェイププロパティには、1,11,025 を設定します。これで入力データの波形をモノクロの縦1ピクセル横11,025ピクセルの画像に見立てることができたということになります。データの形が画像と同じになったところで、続けてコンボリューション層を追加していきます。今回コンボリューション層としてはコンボリューションレルーマックスプーリングを追加します。
ここでコンボリューションや MaxSpring のデフォルトのプロパティは縦と横のある画像処理を前提としたものになっていますので、次はここを編集していきたいと思います。まずはコンボリューションのカーネルシェイププロパティ、デフォルトでは 3×3 のフィルタ、縦横3ピクセル分のフィルタが設定されていますけれども、今回は波形データでトランスポーズとリシェイプの結果、横方向にサンプルが並んだ1次元のデータになっていますので、ひとまずこのカーネルシェイププロパティを1カンマ3、横方向3サンプルに変更したいと思います。Max スプーリングについてもデフォルトのカーネルシェイプは2カンマ2、縦横2ピクセルの範囲で最大値を取るようになっていますけれども、今回の場合横方向に最大値を取りたいということで、カーネルシェイププロパティには1カンマ2を設定したいと思います。これでひとまず1層分のコンボリューション層を記述することができました。あとは過去の動画でも解説した通り、このコンボリューション層を何度も繰り返すことでコンボリューショナルニューラルネットワークの前半部分を設計できるわけですけれども、今回このコンボリューション層をそれなりの回数繰り返す必要がありますので、このままコピーペーストで繰り返すのではなく、ユニット機能を使って繰り返したいと思います。まずはこのコンボリューション、レル、マックスプリングをユニット化します。3つのレイヤーを複数選択したら、コピーペーストボタン右にあるユニット化ボタンをクリックします。ここでユニットの名前としてコンボユニットと入力して、クリエイトボタンをクリックすると、選択していた関数の組み合わせが入力した名前でユニット化されます。エディットタブ上部のタブからコンボユニットを見ると、先ほど選択していた3つの関数を処理するサブルーチンのような役割を果たすユニットが定義されていることがわかります。メインネットワークに戻ると、先ほどの3つの関数がコンボユニットというユニットに置き換えられていることがわかります。あとはこのコンボユニットをコピーペーストしていくつも並べるだけで、先ほどのコンボリューション層を何度も繰り返したネットワークを定義できるということになります。今回はこのコンボユニットで定義されたコンボリューション層を合計10回繰り返したいと思います。この時点でコンボリューション層を10回繰り返したことによって、もともと 11,025 サンプルあった波形は、10サンプルにまでダウンサンプリングされました。より長い波形を扱う場合も、このようにおおむねサンプル数が1桁からせいぜい数十サンプルまでの間にダウンサンプリングされるまでコンボリューション層を繰り返していきます。最後に今回4種類のキーボードに分類する4分類問題ですので、出力ニューロン数を4ニューロンとした全結合層とソフトマックス、カテゴリカルクロスエントロピーレイヤーを追加します。ひとまずこれでシンプルなコンボリューショナルニューラルネットワークが設計できました。ランボタンをクリックして学習を実行してみましょう。学習が完了したらさらにランボタンをクリックして評価も実行していただければと思います。今回の場合 92% という性能になりました。ある程度の分類はできていますけれども、これでは精度が不足しているということで、ここからは少し工夫して精度を上げてみたいと思います。今回全部合わせて415のデータ、学習データだけを見ると315データという非常に少ないデータの数のデータセットになっていますので、ここでデータを水増しするデータオーグメンテーションを行ってみたいと思います。データオーグメンテーションのためにはイメージオーグメンテーションレイヤーを用いることができます。先ほどトランスポーズとリシェイプレイヤーを用いてデータを画像の形に加工していますので、この後にアザーズ、プリプロセスカテゴリーにあるイメージオーグメンテーションレイヤーを挿入します。今回の波形データについては、波形の位相を前後にずらすようなデータ拡張を行ってみたいと思います。こちらの画像の形の上では、画像を左右にランダムにシフトすればいいわけですけれども、イメージオーグメンテーションのパッドプロパティに 0,1024 と入力しましょう。これによって波形の前後に1024サンプルの余白を挿入して、11025プラス 1024×2 の全部で長さ 13,072 からランダムに、元のサンプルの長さ 11025 サンプルを切り出すようなデータ拡張を行うことができます。さらにコンボユニットのコンボリューションの後ろにバッチノーマリゼーションも挿入してみましょう。ネットワークの編集ができたら、先ほどと同じように学習と評価を実行してみます。コンフュージョンマトリックスを見ると誤差が約半減して 96% という性能になりました。ご紹介したように波形データに関しても画像とほぼ変わらない方法で高い分類性能を実現することができます。ぜひ画像だけではなく波形データについてもディープラーニングを積極的に活用していただければと思います。